どうしようかな。はい。普通に始めよう。はい。青自然農園山崎徳也チャンネル徳ちゃんです。はい。はい。何度かお世話になってます。モジャリンです。お願いします。はい。はい。で、さっきは中国茶をいろいろ飲み比べたんですが、うんうん、もう一個変わり種がありまして、うん、でこれは五発酵茶っていう発酵名前で出してるんですが、うんうん、そう、発酵ね、発酵やね、乳酸発酵させたお茶で、うん、漬物ダルで1ヶ月ほど漬け込んだものを、葉っぱの状態のやつ、そうやね、まだ、うんうんうん、を天日干しで乾燥させて、今までにないパターンやね。へー。でこれは海外じゃなくて実は日本で昔からされてる製法で、うんうん、四国の方でされてる製法なんですよ。これあんまり世間的には知らないと思うんです。そんなことない、うん、まあけど五石茶とか、うん、上勝番茶とかはまあ知ってる人は多分知っておられる。まあ関西ではねあまり知られてないかもしれないですけど、だから一手間があるわけよね。まあ今までのとはまた違った一手間が、うん、そうなんです、うん、で漬物っぽいので、うん、酸味がありまして、まあね、発酵だからね、好みが分かれます。あ、本当。いや、それはそれで楽しみの好きな人は好きやし、無理な人は無理っていう。あ、じゃあかなりこう、個性的な、個性的な、はい、悪の強いやつですね、こいつは。今日ね、何段癖になるっていうところもある。うん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 、最初結構酸っぱい香りなんで、うん、と思うけど、うんうん、なんか飲んでると癖になるみたいなところも、うんうん、それもあるよね、割と、うん、そう、見た目は何一つそんなにね癖がありそうな感じはしないけど、うんうん、だけど香りが独特っていうだけで、あんまり味はね、そこまでどぎつくないですね。香りなんだ、うんうんうん、はい、いただきます。おお、うん、酸っぱい。確かに酸っぱい。ジャブ打ってきた感じだね、まだ飲んでない。お、いや全然嫌じゃないけど、嫌じゃないっていうのがおかしいけど、うん、香りから想像される味とちょっと違うし、思ったより優しい味っていう、あ、でも癖がある、そのね、発酵っていうか、でもその飲むうちにっていうような予感はあるね。この別に一日どうこうとかじゃなくて、うん、なんかまたこうね、ほんまにこのちょっと発酵飲みでみたいなみたいな時がね、うん、来て、そのスパンがみたいな、うん、だから新しい、これ飲んだことないんちゃいます、みんな。ある、少ないと思うよ、うん、あんまりないですよね、うん、多分四国の方の方はまあその土地のお茶なのでまあ飲んでると思うんですけど、うんうん、はいはい、他の地域の方はなかなかこういうお茶は飲む機会はあまりないかもしれないですね、うん、だからこれは初めて飲むけどなんかちびちび楽しみたくなるよね、うんうん、もうちょっとこう、うん、だからなんかほんまお酒飲んでるみたいな気分になる。ちょっと癖のあるお酒、うんうん、だからなんかこう当てとかあって、それこそほんまに発酵やけど漬物とか食いながら飲んだら美味しそうな、うん、ね、うん、
漬物とかチーズとかも意外といけるように、うん、ね、うんうんうん、邪魔しない感じがしますね、うん。まあ、乳酸発酵なんで結構体温まるんで、うん、今の時期まあまあ暑いですね。そうやろね。秋口から飲んでください。あ、でもほんまなんかあてがもう酒にしか例えられへんけど、いぶりがっことか食べたくなってきた今。うん、そういうのにも負けへん感じっていうか、いぶりがっこ合うよこれ多分。合いそうですね。うん。うん、うん、もう酒やったらウイスキーとか飲みます？飲みます。飲みます。うんうん、スコッチとか、うん、何でも飲む。うん、うん、結構そのスモークの癖の強いアイラとか、うんうん、と、うん、抹茶がむちゃ、え、どういうこと？意外でしょ。どう合う？抹茶の何かをつまむっていうこと？混ぜないんですよ。チェイサー的に飲むんですよ。あ、そのロックと、うん、立てた抹茶と。あ、そうな。で、これがその抹茶を飲んで、うん、そのスコッチを飲むと、うん、引き立つんですよ。引き立つっていう風になるんや。そうそう。で、うんうん、今度そのスコッチ飲んでから抹茶飲むじゃないですか。うん、引き立つんです。あ、そうなっていう、この無限のループが始まる。ああ、むっちゃよ。そうなんや。ちょっとすっきりしてどんどん飲めてしまうので、合いますよ。あ、だからまあそういうこと。これもそのそのね、当てで、そういう、まあまあ、うん、お酒ともいけるかもしれないけども、うん、当てと合わせるもいいですよね。うん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 。あ、でもこれやっぱあったかい、そのこれ冷えても別に飲めるわけよね。飲めるとか冷えて、うん、うん、何やろな、あったかいのしか今飲んでないけど、あったかいの美味しいと思う。そのなんていう、芋焼酎を最初に作った時ファーって香りくるでしょ。はいはいはい、お湯注いでそこに焼酎入れた時、うん、まあそういうような感覚に近いというか、うん、これで割っても美味しそうですよね。うん、うん、ね、合いそう。うん、でも癖、もう癖になってるよ。うん、うん、なんか割とハマりますよね。うん、ハマるハマる。うん、まあ人選びそうな気がする。さ、別にそのどぎつくはないけど、うん、まあ日頃こんなん酒飲んだりとか、ちょっとこう癖の強いね、当てとか食ってる人間にはもう全然普通に、うん、うん、だそういう人にはこれいいんちゃいます。それこそさ、縁側でね、普通に番茶飲んでこうビュビュビュみたいのもいいけど、まあ、こういうちょっとこう個性的なやつで、うん、まあ、30分ぼーっとしながら飲むみたいなのも楽しい。ぼーっとちびちび飲むのはなんかこういう系の方が合いますよね。うんうん、いいと思う、そういうの。こういう時間をね、何回も一緒のこと言いますが、こう日常でね、あるって大切やで、ほんとに。もじゃりん語る。すいません。うん、うん、もう普通。お酒で割ってみたいね。うん、それは合いそうな気がする。うん、うん、羊羹とラムとかも合うね。ラムは甘い。羊羹、羊羹と普通に焼酎でも合うよ。意外でしょ、羊羹って合うのよ、結構。へぇ、うん、なんか、あんま当てが欲しくない。、うん、はい、これはいぶりがっこです。はい、だからこれは私の中でいぶりがっこと、はい、名付けまして、ややこしいですから、ね、いぶりちゃんがここの中にいます。はい、うん、うん、確かにね、いぶった感じ、いぶってないんですけど、うん、違うんだけど、うん、まあなんかイメージ、そんな、なんか、うん、それがこう連想される感じの何かがありますね。いや、もうすぐに本当にもういぶりがっこ今口に入れたいっていう、もう感じがすごくいました。うん、負けないそれに。うん、うん、なんかいぶりがっこも喜ぶと思う。うん、よくぞお前来たなみたいな感じに なると思う。うん、はい、いつも通りの解説ですが。はい、うん、こんな感じで、こんな感じです。はい。